今回の動画は、オズモアクションを紹介します。ちょっとね、開けてみます。あちゃ。ですね、今回なんか撮影キットみたいななんか買ったんですけど、まずこの本体ですね、 PGYTECH から出てるなんかこのキットですね。ちょっと開けてみましょう。本体先じゃないけど、ズン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 、オズモモバイルのような時の入れ物のような感じ。あ、いいじゃん。あ、はは、入ってるものをまず簡単に説明しておきます。ミニ三脚ですね。マイクとかですね、LED ライトとか、その辺をつけれるようにするものとか、接続部分の部品、カチッと止めるやつ。ケースはですね、ここの一番手前に2つこう入れるところがあるんで、SD カードとかを入れる感じですね。裏側はですね、こういう、ゴムで、なんか挟み込めるようになってます。それと、ここですね。ここめくると結構深さがまあ2、3センチぐらいある深さのなんか入れ物のになってます。これぐらいの長さのものが2本、ちっちゃいのが4つぐらい入ってます。まあこれで間仕切りをしていく感じ。そしてここがね、ちゃんと止められるようになっているので、ここはパカパカ開いたりしないというね、すごくいいんじゃないかなと。自撮りするときに長さがこう調節できる、伸び縮みするミニ三脚プラス自撮り棒みたいな、これがまず欲しかったので、これはですね、差し込んでパチッと止めるタイプになってます。だからまあなんですかね、こうコネコネ回したりはしなくていいんですけど、このなんかレンズフードかな、この取り付けるねケースっていうかですね。でこっちのケースはここにマイクとかをつけれるシューがついてるんですね。こっちの部分には縦位置で、三脚に当てたりとかですね、釣るようになってるみたいです。ただここもちょっと取れるようになってるので、こっち取ったらこっちにね、ライトつけたりとかでマイクつけたりとか、まあ2つねなんかアイテムをつけることができます。このケースはですね、こういうふうに、ケースを外すことなく SD カードを取り外し、入れ替えとから充電ができるようになっています。これが、オズモアクションに最初からついてる、ものなんですけども、そしてこういう感じになってるんですね。まあこっちもね、全然やりにくいわけじゃないんですけどね。で、これで、角度調整ができるようになってると。で、PGYTECHの方はですね、ここです。スライドして開けます。シャキンと。そしたら、こっちからカバッとこう外すような感じですね。まあ、これはね、僕はどっちがいいかなっていうのはわからない。DJI の純正の方のいいところは、ボタンが結構しっかりと押した感があるボタン、飛び出してるというところがあります。まあ、飛び
飛び出してるっていうところでこう認識しやすいボタンになってると。はい。でやっと本体いきます。まあ Vlog キャンペーンみたいな感じで、まあちょっと安くなったり、まあこういったね、BGY テックのこう三脚とか。こういったまあ撮影用にちょっと必要になるようなアイテムがセットになったものが安くまあ発売されてたんで購入しました。 GoPro8 との比較をちょっと考えたんですけども、自撮りもしたいと思ったのでデュアルスクリーンのついてる、オズモアクションの方をちょっと選びました。まあそういったまあことで、まあ要は操作性のいいものの方が使いやすいのかなということで、オズモアクションにしました。でオズモアクションの特徴というのはもう大体皆さん知ってると思うんですけど、簡単に言うとまずこのデュアルスクリーンで自撮りができるということと、それからロックステディという強烈なねハードなこう動きに対しても割と手ブレ補正を効かしてくれるという電子手ブレ補正がついてます。それと 4K HDR 動画って言って、逆光でも結構綺麗に明るいとこ暗いとこを調整して 4K の動画が撮れるということと、8倍のスローモーションが撮れる、それから 4K60p が撮れると、まあ、かなり綺麗な映像が滑らかに撮れるということになってます。それと防水が 11m までついてて、ほぼ、まあ、そんなに深く僕は潜ることないと思うので、ちょっと潜るのには、まあ、使えると。で、まあ、簡単に説明しておきますと、まず、こうボタンがねここにあるんですけど、このボタンをポチッと押すとだいたい2秒ぐらいでもう立ち上がってます。それから全然電源が切れてる時でもこのね撮影ボタンをもう押すとそれだけで2秒後ぐらいにもう電源が入ってもう同時に撮影がスタートしてます。まあここちょっとね見えるかな、赤いマークが点滅してると思うんですけど、もう撮影が始まってます。でこのボタンをこう押すとですね、選べます。こういうふうに、まあタイムラプスなのかっていうのね、写真なのかっていうのをささっとこう選びます。で、上からスッとこうタップすると、ここでいろんな設定ができます。下を押すと、写真とか動画とかあとカスタム設定とかそういった設定ができます。なんでこれこっち変わるんだろう。下をこうやるとですね、ここで4K だったりとかフル HD とか選べたりします。でこの画面で、ロックステディを、ね、手ブレ補正を効かしたり消したりっていうのもここでできます。まあ簡単に説明するとそんなところですね。そして音声で、指示ができるようになってまして、音声操作のコマンドとして6個設定があります。スタートレコーディング、レコード、録画開始の時にスタートレコーディング、ストップレコーディング、それから録画を止める時にはストップレコーディング、それからテイクピクチャー、まあ、写真を撮る時はテイクピクチャー、このね画面を変える時にスクリーンチェンジ、ね、こっちの自撮り用モードにするときと、それからこちらの背面から撮るときと、まあ、画面の写りを変えるときにスクリーンチェンジで変わると。それから、電源切るときもシャットダウンで、これで、電源が落ちます。うるさくないとこだったら結構こういう音声指示みたいなのは、有効かなと思います。はい。で、少し前に、沖縄の方にちょっと旅行に行ってきましたので、その様子を簡単にちょっとまとめてみましたのでご覧ください。どうぞ。
We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again, pieces of love, it's alright. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a lie again. And tell me what you want. This time I won't take it to the heart, 'cause I know we won't make it out. I've heard it all before. Yeah, tell me what you want. Let me hear that I'm the only one. You know that we won't make it out. We've heard it all before. It's all. このね、オズモアクションを購入して、使ったりして YouTube 用の動画をまとめようかなと、まあいろいろ他のことやってる間にですね、まあなんと、GoPro Hero 9が、まあ、もう発売になっちゃいまして、デュアルスクリーンを搭載してきたっていうのと、それからまあね、電池持ちが良くなったっていうような、それから結構ね、綺麗な動画撮れたりとかするようになってるみたいなんですけども、まあ、まあ僕はね、これでいいかなと思ってるんですよね。安いから。GoPro だとね、やっぱ5万とか6万とかいっちゃったりするので、まあ、オズモアクションでね、十分かなと思ってます。でも僕はどっちかというと、一眼レフの方を、まあ今後もちょっともしかしたら充実させていくかもしれないので、アクションカメラはね、まあ、そこそこ撮れるのがあれば全然十分かなと思っております。こちらでどんどん使い込んでいければなと思っております。またね、これを使った動画もちょこちょことアップできたらいいなと思っております。はい、今日こんなところです。いかがだったでしょうか。今回の動画が良かったなと思う方はグッドボタンをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、まだの方はチャンネル登録をしてこのチャンネルをお楽しみいただければと思っております。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。